い、どうもピヨキングです。今日はですね、世界のコースやっていきますか。でね、今日見つけた一発コースなんですけど、ただ一回ジャンプするだけと思っていたのか。いや、このコースですね、クリア率 0.48% で結構難しそうなんですよね。ただちょっと画面を見る限りよくわかんない。おそらくですけどドアに入ってで、なんかバネがあるからね、そこを使って右上のゴールバーに行けばいいっていう話じゃないんですかね。噛みそうになりましたけど、それじゃあ早速やっていきますか。ただ一回ジャンプするだけと思っていたのか。いや、どんな感じなんだろうね。めっちゃ楽しみなんですけど、あ、ゴール条件ないんだ。これどうすりゃいいんだろう。ちょっと待ってね、一回ドアに入ってそのままジャンプしてみようか。このままジャンプしてもやっぱ届かないよね。まあこれで行くとは思えないんだよな。いや、おそらくですけど、これね、一回ドアに入ってバネに当たるでしょ。そしてまた戻って、で、二段ジャンプかまして、三段ジャンプするみたいな。よし、来た！はい、それじゃあこの次大体トロールコースが多いんですけどね、今日は久しぶりにとても難しい、そして全期間ランキングで人気のコースをですね、どんどん浅くっていきたいと思います。はい、そしたらね、205番にこの P スイッチアクロバティックっていう、なんかイギリスかなの方が作ったコースがあったんですよね。いや、めっちゃ楽しそうって思って。クリア率はね、0.59% で、まあ、結構クリア率低いよね。まあ難しそうなんですけど、さあやっていきますか。 P スイッチアクロバティックス、まあ、っていうかですね、僕この P ジャンはめっちゃ得意な部類に入るんですよ。まあ喋りながらでもね、めっちゃやりやすいんですよね、この P ジャンっていうのは。まあ、ぶっちゃけマリオがね、この P 押した瞬間に A ボタン押すだけのゲームなんで、まあ、そんなに難しくないんですよ。でさらにね、なんかアップデートしてからなんか P ジャンっていうのはめっちゃなんか簡単になったみたいな、聞いたことあるような気がするな。そしてこれ中間ポイントくれるのかな。あ、くれるんだ。優しい。イギリスの方は優しいのかな。まあまあ、でもね、この中間ポイントを、まあ、なんか、取らないでっていうか、まあ、使わないでいけたらめっちゃかっこいいんだけどね。よし、来た。これでもさ、なんかクリアした時間、なんか1分ぐらいあったから、めっちゃ長いと思うんですよね。だからもう1回ぐらい。いや、ちょっと待って、羽きつ。いや、急で羽はきつい。対応しきれたけど、ギリギリ対応しきれましたけど、めっちゃきついな。このまま右に行きますか。もう1回ぐらい多分中間ポイントあると思うんだけどね。この土管入ったら、うわ、ちょっと待って。入れんかった。なんか入れんかった。やっぱあるのか。ちょっと待って。やられた。まあまあ一回やられちゃいましたけど、まあ次いけると思うんですよね。まあ次で多分最後だと思うんですけどね。最後にね、めっちゃ難しいのが待ち受けてると思うんですよね。ここゴールと思ったんだけど違うね。多分ここかなんかが、なんかほらドクドクいってる。ラストなんじゃないかな。うわっ、難しそう。ちょっと待って、これは難しいな。なんだこの青と赤のコラボレーション。よっしゃ、いけた。え、あら、鍵は、鍵なくね。鍵ないよ。鍵ないって。はぁ、鍵ない。意味わかんない、意味わかんない。え、右のクッパを倒せばいいんじゃない。え、違うのこれ。ちょっと一回やられてもう一回見よっか。さっきの何なんだろう。ま、絶対クリアできたと思ったんだけどな。よく見よっか。いや、ちょっと見えない、見えない。え、これ右に行けばいいだけじゃないの。オッケー。え、これタイミングも重要みたいな。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。え、さっきなんで行けなかったんだろうね。多分これでゴールだと思うんですよね。よし、ゴールでしょ。なんかイエーとか言ってるもん。うわははは。最後これ乗っていく。どうする。最後乗っていこうか。ここでやられたらきついよね。いや、大丈夫。はい。いや、めっちゃ楽しかったな。いや、ぜひですね、P ジャンのコース、難しいコースを知ってる方がいればですね、どんどんコース ID 貼っておいてくれたら助かります。それじゃあですね、今度は224番のコースですね。ちょっと、まあ、もうちょっと上位ランキングのやつやれよって思うかもしんないんですけど、上位ランキングのはね、昔結構遊んでてだいぶクリアしちゃってるんですよ。だからね、ちょっと200番台とか100番台とかなってしまうんですけど、まあね、この改造、ジョイフルジャンピング V2 っていうのはめっちゃ楽しそうだったんですよね。クリア率は 2% 台でそんなに難しくはないと思うんですけど、それじゃあ早速やっていきますか。これもね、ジャンプだからジャンプゲーだと思うんですよ。こんな感じで、オッケーオッケーオッケー。で、右で、次右。いや、ちょっと待って。こんなんでいい、こんなんで大丈夫か。こんな、いや、いけるいけるいけるよ。ほっ、で、このまま右。じゃ、なんか今日調子よくね。調子いいぞ、調子いい。やった。めっちゃ調子よかったね。あ、いや、ちょっと言い訳させて。
あのね、この普段このスピンジャンプあんま使わないんですよ、僕ね、使わないからね、どんだけさ、あのジャンプ力があるかちょっとね、あんまりわからなかったんで、で、このまま右でしょ、オッケーオッケー、で、上、この、叩けばいいの、ジャンプ、よし、いけ。最近ですね、めっちゃコース ID を送ってきてくれる方っていうか、まあちょいちょいいるんですよ。まあちょっとそのね、コース ID が溜まりまくってるんで、どんどんちょっとね、やっていきたいと思います。まず一人目はですね、王冠欲しいさんですね。マリオで釣り、クリア率はね、なんか 95% もあって、まあ多分相当簡単なんだと思うんですけど、マリオで釣りっていう斬新な考え、ちょっと気になるんでやっていきますか。どんなんだろうね。これは、なるほどね、これカキ棒を倒してオンオフをして、これカキ棒を倒してオンオフをして、この何、この鍵を手に入れる感じ。ちょっと待って、カキ棒こっち来てって、カキ棒こっち来てって、いや、なるほど、この一番右とか誰が持ってるかわかんないんだね。了解了解、オッケー、ちょっとオッケーオッケー、いや一番右か、早く来て、早く来て、おりゃ楽しすぎる。いや、だからね、クリア率は、まあ、そんなに難しくなかったんだね。これどんくらいあるんだろう、どんどん難しくなるのかな。あ、わかったわかった、この羽が生えた子が多分鍵持ってるんだね。了解、じゃあ次もさ、あの羽が生えた子狙っていこう。おりゃよしよし、一発でいけました。これは全員ね、釣ってあげたいところですけれども、まあまあ倒していきましょう。大物がいるぞ、これ主でしょ。あ、主が持ってるんだ。今回羽のかき棒じゃなかったね。いや、めっちゃ斬新だな、考えが。で、このまま右行く。これ多分水槽でしょ。水槽っていうものを意味してるんでしょ。だから今まで僕が作ったコースじゃねえや。まあ魚たち、まあかき棒たちの水槽でしょうね。これは誰が持ってるかわからないんだね。もうぶっちゃけ適当だけど運が良かった。めっちゃ運が良かった。さて、これも適当に行くしかないな。さあ、カキも右に行ってくれ。じゃあ、よし、オッケー。これはもうクリアがあるんじゃないか。そろそろもうすぐクリアっていうか、いすぎこんな釣り堀行ってみたいな。もう、なんていうのかな、もう釣り放題じゃん。なんていうのかな、この釣り放題のこと、なんていうの、なんだったっけ。まあいいや、まあなんでもいいや。それじゃあ中間ポイント、あ、まだ続いてくれるんだ。これオンオフは、このオンオフは意味ないのか。そしてこれ多分さ、今僕がいる場所、船をイメージしてるんでしょうね。下からなんか火がボワーってなってたけど、あれ多分なんていうの、ボワーでしょ、ボワー待って、中間ポイントの意味中間ポイントの意味ない。いや、それでもめっちゃ楽しく遊ばせてもらいました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次は2つ目、これ波乗りって書いてるね。キノコのところで一回様子を見てください。クリア率は 1.41% で、まあまあそこそこ難しいんじゃないかな。そしてね、スーパーマリオのままゴールって書いてるんですよ。これはどんな感じなんだろうね。あれ、このままずっと右に走っていけばいい感じ。ちょっと待って、なるほどね、これどんどん青ドクロに乗りながら、あの針の山をくぐり抜けろ、まあ進めっていう感じでしょ。こんな感じか。いや、むずい、いや、これはむずいな。いや、意外と優しいぞこれ。いや、ちょっと待って、行き過ぎんたま。僕ね、今まで人気ランキングのコースとかさ、あのトロールのコースをどんどんやっていってるんですけど、こういう視聴者さんがくれたコースもめっちゃ面白いんですよ。あんまりさ、知られてないようなが多いけどさ、めっちゃ面白いんですよね。もっとなんで伸びないのかなって思うんですけどね。で、もう一回、まあ、ちょっと待って、くぐる、キノコいる、ちょっと待って、こっちでいい、大丈夫、このまま右に行ってゴールあって、多分じゃあ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。